はい、それでは続きをやっていきたいと思います。とりあえず適当にね、やっていきましょう。何をどうしていいのかね、まだよく把握できてないので。とりあえずなんかこっちの方はオフィスっていうふうに書いてありましたけど、アクセスチューナーが必要。ダメみたいですね。こういうなんかすでに空いてるところっていうのは、特に開けることはできない。ただね、何？カメラがなんか追いかけてきてる。はい。なんだこれは。スクラップか。アイテムがいっぱいだって。なんか作れないかな、じゃあ。ああ、危ない危ない。この メディキットっていうやつしか今は作れないな。ああ、間違えた。これを押して、で、これで作成。したら拾える？ OK。これエレベーターだよね、確か。ただ、反応はないですね、特に。あ、待って、これ、あれだよね。まあ、つなが、あ、誰か死んでる。調べる。アイテムを取る。全部取る。なんだっけ。これを押しながら、こっち回すと。OK。 どういう感じになるんだろうね、エイリアンと会ったら。逃げ回って隠れてみたいな。まだ出くわしたことないんで。で、走って追いつかれるスピードなのかどうかとか、それも全然わからないんで、パスコードが必要。あ、こっち行けますね。こっちはいけない。こっちはいける。 No weapon。 あ、ダクトがありますね。もうこカメラがちょっとうざいですね、これ。これ壊してないんですね。とりあえず誰かに、監視されてるっぽいですね。一体どうなってる？いい加減に動いてる。あ、誰かいますね。下がってたって。おお、あらららら。なんか応援呼ばれましたね。呼ばれたけど誰か来る気配はない。大丈夫かな？ここは特にいけないか。あ、なんかある。また ID だ。
Collect Claire, pick up the cat, and head home. We need to find someplace safe till Seegson sends a ship. I saw the guy from down the hall. I can't remember his name. The one in the dirty baseball cap, weird smell. He had something in his coat. I think it was a gun. He just looked right through me. Don't talk to anyone. Don't tell them where you're going. I'll meet you as soon as I can. とりあえず彼も警戒してるみたいですね。他の人間が行かれてることは彼も分かってるみたいで、なんか開けようとしてる感じがすごいありますね。おお、なんだ。そっか、データセルが必要。あれなんですよね、主人公は、おっと、声が聞こえる。どこに、あ、いるまずいっすね。まずいね。なんか見える？ダクトがあるんで、とりあえず最悪 そっちに、あ、やばい、いる。そっちに逃げましょうか。あ、やばい、こっち来る。ちょ、隠れましょうか。おお、危ね危ないとこだった。あ、あ、やばい。あ、見えるんだ。あ、ここは開かないんだ。来るのかな。あ、開いた開いた。全部取る。スクラップはひる、当て、じゃあちょっとさ、一回回復しようか。で、あ、これはね、これで、メイディキット。あ、もう間違えちゃう。作成。これで作ると OK。 プラズマトーチが必要。全部取る。ああ、もうすぐいっぱいになっちゃうね。だって、ああ、危ねえ。また使うとこだった。それ以外、カーソル動かす。ああ、もう、使っちゃった。間違えた。もう大丈夫かな？よじ登る。うろちょろしてんのかな。あ、いる。いますね。あ、やばいやばいやばい。いるいるいる。いる状態で行動しなきゃいけないのか。ちょっと面倒いですね、これはね。大丈夫かとかなんとかって言ってますね。これは何？あ、やばい、見つかった。ちょ、待って。待って待って待って。待って待って待って。戻る戻る。あお、痛い。ずるいよ、そっちだけ。
飛び道具とか死んだ。ミッションのセーブをロードっていうのはどこからなんだろうね。あ、これあれか、時間か。この前なんか間違えて、全然あの日付見てなかったですね、僕。あの時間しか見てなくて、そんな十何時間もやってないのにねとか言って、すごいバカですね。そう、これだとバレちゃうね、僕がいつ、やってるのかとかね。あ、こっからか。なんかあったよね、ここら辺なかったっけ。違うか。こっちは確か行けないから。あ、でもなんか持ってたね。何持ってたんだっけ。なんか死体にあったんだよね。あ、違う、間違えた、こっちじゃない。あっちだ。これずっと走っても疲れないのかな。どうなん、ちょっとずっと走ってみよう。一応ハーハー言ってるけどね。あれ何、あ、ここ開いてたか。あ、でもなんかあったよね、スクラップか。でこれ以上持てないって言ってね、ここでなんか使っ、これ確か使っ、あれ持ってない、嘘。あ、それは使ったことにはなるの。あ、そういうことじゃない、よくわからない。これで、あ、まあ何回も間違えちゃう。これでこう、はいはい、でこれで作成。で、ロックを外す。さっきはね、あんまり気にしないで、もうしゃがまずに、女の人がいるところに行ってたんですけど、次は、あれ、どこにいるんだっけ？こっちの扉だよね、確かね。ここにダクトがあるんだよね。このダクト入ってみようか。あ、なんかある。接着剤。これだけ？あー、ここに出るんだ。あ、ここだね。うん、こう しゃがんだ状態でちょっとバレないように行きましょうか。あ、バレた、バレたし、ちょっと来るまでにね時間がかかるから、今のうちにいっぱい調べとこう。こっちはいけない。あ、やばい、もう喋ってる。よしよし。とりあえずみんなね、一斉にっていうか、固まって降りてくるんで、まだこっちの方は平気なはず。これは？これダメか。あ、なんかある。なんだそりゃ、チャージパックって。一人ね、残ってたんですよね、向こうに。
そいつこっちからこっちの方にぐるっと回ってくるかな。回れるかどうかもわかん、あ、いる。ダクトない？こっち。あ、いる。もうどうしようこれ。こっち何があるの？特に何も。あ、階段がある。あ、待って、バレてる？これちゃんと隠れんの？どうしたらいいのこれ。え、これバレるよね。この階段に行きたいんだけど向こう向いてくれないかな。あ、あ、よしよしよし、オッケー。あ、あ、ダメだ、ロックかかってるな。あ、なんかある、リボルバーやったー。え、ちょっと希望が見えてきたぞ。っていうことは武器持てるんですね。戦えるってことじゃないですか。アウトラストよりいいわアウトラストはもう何もできないですからね。それと比べたらもう、あ、こっちも階段あったんだ。これいつまであいつらは探し回るのかな。やっぱり何もないじゃんかみたいな、お前の気のせいだみたいな、もう帰ろうぜみたいな。何？近く歩いてますね。やばい、超近い。え、これで攻撃、最悪攻撃しよう、これで。なんかこう、物を投げてね、気をそらすとかできたらいいんだけど、ファークライみたいに。なんか風？ちょっと、あ、いるいる。いや、思いっきりこっち見てるけど、上がってきたよね。上がってない？あっち行ってみたいんだけどね、一人いるんすよね、向こうに。へい、どうも。あ、来たよ。やっつけれないのかな、後ろから。ちょっとやってみようか。あれ、どこにいる？いたいたいた。ちょっとやってみよう。攻撃してみよう。あ、できたできたけど、できたけど完全にバレてる。とりあえず一人はやった。っていうか今やったやつってさっき、あの、僕が行きたい奥の方、あっちの方にいたやつじゃない？あ、音楽収まった。これちょっと希望が見えてきたぞ。あ、来た。アウトラストみたいにもう何もできないのかと思ったから、でさっきからずっと同じこと言ってるけど。やばい、そいつ動かないかな。やばいやばい。あ、あ、やばい。
doing this again. ああ、二人来てる。いやー、全然わからない状況が何は今ダクトの方にいるよね、多分。あ、やばいやばい。やばいやばい、あああ、来たねー、もう一人ねー。ちょ、これやってみようか。これどこまで戻るんだろうね。あ、選べるんだ。あーはーはーはー、あ、これ、これだよね、多分一番近いのはね。戻ってきちゃった、ここまで。とりあえずもう、オフィスじゃなくてもうこっち向かおう。あともう一個行けるとこあるんですよね。01と02が今緑の状態だから、多分他のとこにも移動できるんで、ここはねもうバレちゃうから。はいはいはい、パン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 って打ってくれ。あお、食らっちゃった。はいはい、オッケーオッケー。Circuits are fried. Easy fix. Okay. Just need to find a new data set. Yes, yes. はい、じゃあ、で、リボルバーの弾、一発だもんな。リボルバーをいずれ拾うことになるのか、彼女が、リボルバーっぽいものを作ってくれるのか、よくわからないけれど、ちょっとこっち行ってみたいんだよな、行ったことないから。ただいるからね。いたいた、あ、これ一件じゃない。やばいやばい、銃拾えないのかな、調べる。お、リボルバーの弾いっぱい持ってる。で、リボルバーっぽいな、なんで銃持ってたでしょうあなた。それちょうだいよ、弾じゃなくて。あ、タバコがある。ちょっと一服、休憩に一服したいですけどね。あ、いますね。2人、あそこに構えてる。見えてんのかな、これ。あ、ちょっと待って、あそこ行けるな。あそこ行こう。そっちから来てんのか、あいつら。どうせなら全員やっつけたいんだけどね。やれなくはないと思うんですよね。これよくわかんないんだよな。周辺にあるシステムオンオフを切り替える。場所をちゃんと把握しないとね、これね。未知のエリアを探索し、セバストポリのシステムを。空調、
SP か。まあいいや。何この煙。敵はいなさそうだけど。お、これ外じゃないですか。すごい。どこだろう、あの星は。木星っぽいけど。それ。声近い。なんかすごい嫌がってるね。ちょっとこうしゃがんでじゃなくて早く行こうか。ここはダメだな。扉が赤に点滅してるから、あ、ここいいかもね。でもやっつけるには来るかな。ちょっと待っとく。足音は聞こえないんだよな。でもこのここまで来て何もないってことあるのかな。なんかないかな。タバコすげえな。タバコが段ボールで。いる？あ、女の人がすごい嫌がってたから。あ、これエレベーターか。これエレベーター動かせない？ダメっぽいね。あ、こっちも行けるね。あ、何？なんかいたよ。あ、ダクト入れる。なんかいたぞ、今。こっちはいけない。あ、違う。ロック。あっちもロック。ちょっと待って、ダクトもね、アイテムがあったりするから、ちょっと入ってみようか。入る。お、広い。全部取る。ここか。もう電池が切れそうですね。ここは。あれ、ここは来てないよね。でも入れないね。よし、じゃあこっちに。行ってみますね。あ、セーブするところがある。あ、来たー、来たぞ。これで戦える。しかも6発、5発ぐらい入って6発だ。やったー。おーし。あ、こういう系かー。あー
ちょっと狙いにくいな、こういうの。なんかパソコンがあるけど、電力不足。こっちも行けない。おっと、おっと。なんかいますよ。やっぱりね、こうアイテム、新たなアイテムを拾うと、やっぱり、ストーリーのね、流れもね、変わってくるんですよね。まあ、さっき、ライトをね、ヘッドライト手に、ヘッドライト手に入れたらね、次に行った場所が真っ暗だったとかね。で、この武器を手に入れたってことはね、戦いが、待ってる。多分、もうそろそろ何かと戦うことになるんじゃないかと、僕は睨んでますけど、どうでしょうかね。とりあえず、この先は行けないし、戻るしか道はないので、戻りたいと思いますけど、今回はね、この辺にします。またね、よかったら見てください。お疲れ様でした。バイバイ。